前回の動画で古代ローマの食生活が分かったところで、今回は古代ローマ料理にチャレンジ。と言っても作る方ではなく食べる方なんですけどね。ポンペイ席にほど近いレストランカウポーナ。敷地内に一歩足を踏み入れると富裕層の邸宅にありそうな中庭。店内はどうでしょう。わあ、壁一面に真っ赤なフレスコが。ロッソ・ポンペイアーノの再現です。さて本日は古代ローマのレシピ本をもとに現代風にアレンジされたコースメニュー4品をいただこうと思います。料理を待っている間に古代ローマの料理本アピシウスについてお話しいたしましょう。469例のレシピが掲載されたこの本は、1世紀の美食家マルクス・アピシウスの著書だと思われていましたが、実は複数の人物によるレシピの収集本で、4、5世紀頃に完成したものなんだそうです。ちなみにこれ、世界で最も古い料理本ではないんです。世界最古のレシピは、なんと古代バビロニア時代。粘土板にくさび型文字で記されたもので、その豊かな食生活はローマ時代とほぼ変わらず。大自然の恵み、食材は今も昔も変わることはないんですね。古代ローマの料理本アピシウスには、7種類に分別された食材とそのレシピが掲載されていますが、度重なる写本や工程によりオリジナルとは少しかけ離れてしまったものの、近代以降各国の言語に翻訳され、日本語版も刊行されています。その中で最も有名な著者が前述のマルクス・ガビウス・アピシウス。彼の美食にまつわるエピソードが数多く残されています。例えば、より新鮮な魚介を求め、海辺に暮らしていたにもかかわらず、もっと良いものがあると聞けば、わざわざアフリカにまで出向いたり。また例のフラミンゴやクジャクの舌は、彼曰く、この世で最高の風味なんだとか。また料理に魚醤を入れるタイミングは、魚の種類や成長度により異なるといった、食材と料理方法に究極のこだわりを持ち、全財産を食に費やしたほどでした。最初の料理が来ました。アンチョビの唐揚げとスカローラ、ブルスケッタ添え。アンチョビの味付けは、レモン、ミント、カーチョカバッロに胡椒。青菜のスカローラにはクルミ、レーズン、オリーブ、ケッパー。またカレー風味のパンにはフェンネルの種と蜂蜜が。このナポリ地方定番の料理は、見た目からは想像できないほどいろんな風味が口の中に広がります。松の実やレーズンを入れた青菜のスカローラは、私もよく家で作りますが、これが2000年前からあったレシピだとは知りませんでした。またパンが美味しい。カレーと蜂蜜にフェンネルの爽やかさが相まって癖になる味です。様々な調味料を組み合わせることで生まれる塩味、甘味、辛味のハーモニー。何の味だかすぐわからないような複雑な味付けこそ、美食の妙だと考えられていました。そういえば盛り付けにバラの花びらを散らすのも、このアピシウスのアイデアなんだそうです。続いて、大麦のスープと炙りマグロ。大麦のスープには、そら豆、ポロネギ、コロハニ、香味香辛料、マグロの切り身もタイムをはじめてする香味料に魚醤のガルムを加えたもの。
その昔、貧困層の食べ物だった麦がゆも、ここでは想像を絶する美味しさ。炙りマグロも絶妙な味わいです。メインディッシュはサーモンとズッキーニ。油の乗ったサーモンには魚醤とみりん。ソースにはオルティカというイラクサソウを使っています。塩気が効いているのかと思いきや、そんなことはなく、とても上品な味わいです。またあえてみりんを使ったのは、当時から東洋の食材も使われていたことにちなんでだそうです。また魚醤で思い出しましたが、2000年前も人気があったうなぎ料理には、魚醤に蜂蜜や濃縮果汁、ハーブやスパイスを加え、トロトロに煮詰めたタレをうなぎに塗りながら炙っていたという、それはもううなぎのかば焼きと言ってもいいほどですよね。古代はパピルスの内輪でパタパタしながら焼かれていたうなぎ。その匂いに誘われ、今日の晩飯にと買ってみたところ、家にたどり着くまで我慢しきれず、途中で食べてしまったという話も残っているほどです。最後にデザート。古代ローマのドルチェについては前回ご紹介しませんでしたが、この壁画の通り、リコッタチーズをベースにしたデコレーションケーキも存在していたんです。で、今日のドルチェは、羊のリコッタに蜂蜜、イナゴ豆とイチジクジャム。実は私、リコッタチーズのタルトがちょっと苦手なんですが、これは変な癖もなければ甘すぎることもなく、これならいくらでもいけそう。そういえば以前、ローマ市内で古代ローマ料理をいただいた時には、正直2000年前の味ってこんなものっていう感じが否めなかったんですが、今回はすべてが上品な味付けで美味しくいただくことができました。そうそう。近々ガウポーナについての本が出版されるそうです。頑張ってますね。夜のレストランは一層雰囲気が高まります。古代ローマの衣装を身にまといながらいただく古代ローマ料理。やっぱりイタリア人よく似合いますよね。特にこちらの紳士は元老院にいそうなタイプ。アスパラ、ズッカ、エカスタニア。Mangiamo genovese di lepre fritta in tempura con estratto di prezzemolo e crema di carote. Particolare. Buono? Buono.古代ローマ料理、これぞスローフードの神髄。化学調味料まみれの現代の食生活を見直すきっかけになれば幸いです。Ciao amici giapponesi, aspettiamo qui a Pompei. Aspettiamo in tanti. Ciao, arigato. それではまた。Ciao grazie.